こんばんは。楽しみですね、1ヶ月後。なんか今日登録ってさ聞いてたから、あのね、いろいろ心配だったけど開催されるんだなと思って、ちょっと一安心って感じです。やっほー。今日はね、朝からずっとレッスン場にいたんですよ。夜まで、夜っていうか夕方まで、ずっとこもってました。マスカラしたけども、今日まつげ下がっちゃって汗で。ヒラリーハートさん、スイカ5個。ヒリアスミさん、スイカ20個ありがとうございます。そう、たくさん動いたんよけどね、なんかこの間さ熱中症っぽくなったって言ったじゃないですか。その日からなんか あの気持ち悪さを、あのムカムカ感を味わうのが怖くなって、なんかもうめっちゃちゃんと栄養を取らなきゃって思って、すっごい今月に入ってから栄養を取ってるんですね。お大事にって。私全然元気です。カードリさん、スイカ50個ありがとうございます。全然風邪とかひいてないので大丈夫です。そう、めっちゃ栄養取ってたら、やっぱ普段めっちゃ制限してる分、普通の人の食事をしただけでもちょっともうびっくりするぐらい体が重いというか、ちょっとムチってきたのでもう夏って困りますね。あ、そう、瀬戸チャレ、皆さん昨日瀬戸チャレ見てましたか？広島の方、広島の方、人チャレ見てくれた？人チャレの番組内でね、なんかマイカーさんが出てるんですよ。瀬戸チャレって毎回マイカーさんの番組って感じなんですけど、なんとなんと初めて2期生が瀬戸チャレに移りまして、私とミリアちゃんとユナ、それでね、瀬戸チャレの YouTube が始まるんですよ。この度始まるというか、今日もうアップされてて、1本目の動画が。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしく、クックさんの方もよろしくお願いします。今日1本目の動画、告知動画が上がっておりますので、よろしくお願いいたします。瀬戸チャレで調べてください。生徒がひらがなで、チャレがカタカナで、びっくりマークで STU48 です。広島ホームテレビです。よろしくお願いします。見てね、今日動画が上がったばかりなので、ぜひチェックしてください。子さんぶっちゃってください。これからどんどんね、大きなチャンネルになると思うので、今のうちですよ。今のうちに登録しておくべきです。しんちゃんさん、スイカ40個。カメさん、熱い犬ペンギンありがとうございます。シェンさん、花束ありがとうございます。こんばんは。ぜひ調べてみてくださいの YouTube チャンネルが始動するんですけど、で今日1本目上がってて、でね、13日の金曜日にあの生配信があるんよ。来週かな、来週の金曜日に生配信がありまして、そのストチャレ YouTube チャンネル始動記念配信みたいなのがあって、それにミリアちゃんとパセとユナアナが出ますよっていう、あとゲスト MC でヒッピーさんが出演してくださいますよっていうお知らせ。ぜひ
チェックしてください。早く言いたかったんよ。これもメールでさ送ったじゃないですか、8月のスケジュールって。でそれでまた訂正して送ったじゃないですか。だからまたもう一回訂正して送りたいぐらいあるけど、ちょっともうちょっとやめときます。皆さん心のスケジュール帳にメモしといてください。13日の金曜日です。ケンモンさん正解10個、ジョニーさんいいねありがとうございます高評価くれたありがとう。しんいちさん正解ありがとうございます。ぜひチェックしてください。あ、そう、え、待って、明日アリアリアリオですね。待って、パセリちゃん、パセさん、ミクチャ11時からだ。なんか最初14時からなってて、明日のミクチャの配信はこのメンバーですって来て14時からだったから、あのツアーの開始時間とめっちゃ被ってるやんと思って変更したんですよ、11時から。いやー、ほんとじゃんじゃあミクチャで聞いちゃう一緒に。あ、でもダメだ、私 iPhone だから、 iPhone でラジコ入れてるから、ちょっとやばやべやべべべべ、一緒に聞きましょうね。そしたらちょっとどうにかしてみます。 iPad でできるかちょっとやってみる、夜、今日よろしく。ごめん、そうだった、ツアーの時間と被らないようにってことばかり考えて、ありありありおちゃんをおろそかにしてしまって、もう大変申し訳ない。聞きましょうみんなで。いや、 iPad にねラジコが入ってないんですよ、 iPhone でいつも聞いてるから。だからやってみます。こんばんは。ハリーポッターメガネのひよじさん、スイカありがとうございます。いっちゃんスイカありがとうございます。しんちさん、誰もありがとうございます。聞いてね、明日11時40分から11時55分までの15分間です。アリー聞いてください。まだ2週目だからね、どんな感じか、どんな感じのパセリかな。え、怖い、自分で聞くの怖いよ変なこと言ってないかな、大丈夫かな、やばいかな。カピバラミキアさん、バラありがとうございます。ハリーポッターメガネのひげおじさん、スイカ40個ありがとうございます。ぜひ聞いてくださいうん、心配、大丈夫かな、ドキドキ、ヒヤヒヤ。こんばんは。しんいちさん、ハートありがとうございます。今日はね、メンバーと夜ご飯食べてきた。昨日はパン粉といっぱい食べて、今日はメンバーと食べて、大変大変本当にもう最近、もう今月入ってからもう制限をやめたの、やめてて今日までって決めてたから、今日までは好き放題食べたので、明日から頑張ろうと思います。誰とでしょう、誰と食べたかは内緒です。正解も発表も今日はしません、電書ボタが飛んじゃうので。呼んでよって
呼んで内緒です。もう鳩が飛ぶと困るので、でも行ったよってことは言おうと思って、一番モヤモヤするやつうん、今日は最後の晴れの日だった。明日からしばらく雨なんですよ、広島。全国的にかな、台風来るらしくて。そうでさ、台風が10日のさクアトロぐらいに広島あたりを通るっぽいので、ちょっと心配してます。今のところ大丈夫っぽいんですけど、台風って結構変わったりするじゃないですか、速度とか角度とかが。だから無事クアトロが開催されることを祈ります。そう、みちさんの看板めっちゃでかいんですよ。そう、みんなもぜひ撮ってみてください。でもあれ、宮島の入り口にある看板より、その電車の中から見た看板の方が大きかった。同じサイズかな。でもめっちゃみちさんって感じだったわあ、綺麗な景色って窓見てて、ずっとわあ、みちさんってなるぐらいでかかった。ぜひ。え、そう、そういえば聞いてください。そういえばね、今日そのメンバーとのあのレッスンあって、一人のなんかレッスンみたいなのあって、その後夕方からメンバーとの愛媛の、明日愛媛なんですけど、明日の愛媛のなんか練習をする会みたいなのがあったんですよ。で、私もそれに行ってて、でなんか死にさらとももちゃんが昨日宮島に行ってるみたいな話をしてたんですよ。で、えって言って、私も昨日行ったよって言ったら、死にさらに一人でって聞かれて、あやぱんと行ったよって。まさかのね、昨日宮島にメンバーが4人いたんですよ。でも会わなかったの。そう、でも同じ時間にいたの。一人でって聞かれたのはめっちゃ面白かったけど一人で行くのなかなかなチャレンジャーね。写真見せてよって言われたから写真見せたんですね。そしたら、え、この時間猿たちもいたよって言われて、えーって気づかんかった。もう私たち水族館にずっといたからね。これもしかしたらパセリたちと死にサラたちを見た人もいるんだろうなって。でもお互い2人じゃない、4人たちはいるって知らずに同じ島にいたんですよ。お元気ですか？元気です。めちゃ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 元気前髪もほら元気に伸びてるよ、こうやって元気ですよ、前髪ともども。ケンタさんありがとうございます。え、ほんと会いたかったわ、せっかくだったら。桃皿でも桃皿だよ桃皿と会える、すごい遭遇イベントじゃないですか。あやパセリと桃皿ね。しかもこの間はさ、あれ、リコちゃんも、リコちゃんとみちゅさんとかもいてたし、数日前とかでさ、先月ぐらいアンナちゃんとかもなんかいてたって聞いたですよね。
すごいみんな宮島は大好き。やっぱり建物の中とかにいるとね、気づかないですよね、同じ場所にいても。でもたまにさ、あるよ、街中でもうすごい何階建てもあるのにたまたま会うとか、そういうの運命感じちゃう。クロさん、風鈴ありがとうございます。なんかリコちゃんが食べてたさ、蜂蜜ソフトみたいなのあったじゃないですか、みちさんのツイッター載ってるやつ、あれ見つけたんですよ。食べるか迷ったんよ。けど食べんかった。850円ぐらいだったかな。見つけた。水族館ね、入った瞬間にね、昨日も水族館の話して今日もしちゃった。なんかね、入った瞬間にサイン入りのポスターとか飾ってあった。みちさんの書いた習字とかもあった。そう、今日はね、まつげお休みにしてるように見えるんですけどね。ただね、もう汗でまつげが落ちちゃっただけだね。もうむくみがすごくて嫌です。なんでさ、人はさ食べなきゃ生きていけないのに、なんでカロリーとか存在するんだろう。塩分とかさ、太らない体欲しいね。おずさん、すごくありがとうございます。あ、チャンネル登録しました。ありがとうございます。ありがとう。クーラーさん、金魚ありがとうございます。ちょっとマジで明日から頑張るので、もう今日もなんかレッスン上の鏡に映る自分が嫌すぎて、嫌になった。どこまで読んだっけ。クロさん、金魚、ハリーポッターメガネのひげおじさん、金魚2匹ありがとうございます。そう、クワトロあるからね、頑張る。こんばんは。ひろちさん、金魚ありがとうございます。めっちゃお腹鳴っちゃった。グー。りんたろーさん、ハートありがとうございます。めっちゃグーグー言ってる。また聞こえてるじゃん、絶対。いや、明日ツアー初日を迎えます。お、楽しんできてください。楽しんできて。楽しみですね。ワクワク。明日はどんな MC かな。私も見ますね、配信で。みほちゃん見てきてください。
髪型も楽しみ。最近メンバーポニーテール多かったりツインテールとかするから楽しみがありますね。冬の間は結構おろしのメンバー多かったけど、やっぱ夏は暑いからポニーテールが増える気がする。特に夜公演とか多いよね。コキンさんハート10個ありがとうございます。こんばんは。なんかさっきミリアちゃんのミクチャ見たんですよ。したらアイス食べてたアイス食べてたよ。愛媛、そっか明日愛媛か。そう、ゆきりか。そうだ、ゆきりかの地元コンサートですね。楽しみだね。私もそういうのやってみたいな、地元でみたいな。そしたらめっちゃおすすめを調べまくって、ここ行ってください、ここ行ってくださいって載せちゃう。タルトね、一六タルト。でもやっぱみかん、みかん食べたいね。さっぱり。全国ツアー、47都道府県ツアーみたいなしてみたいね。え、長崎やってみたいですね。バスツアーでも私刑事ドラマをよく見るからさ、バスツアーイコールなんか事件が起きるみたいなのがもう方程式ができちゃってるんよね。この間も9係、違う特捜9か、特捜9見てたらバスツアーで事件起きてた。なんか爆弾みたいな、なんかあのピストル持って、本当は偽物だけど仲間同士で集まって、でそれでアイドルのバスツアーでみたいなのがあって、そういうのがあってました。だからちょっと心配。なんかコナン君がいる場所ではみたいなあるじゃないですか。だからパセがいる場所ではみたいなありそうでね。こんばんは。ね、明日起きれるかな私朝から朝から起きれるでしょうか。頑張って起きます。7時に起きるの目標にしようかな。いやそれは早すぎか。じゃあ8時起床を目標でいこう。みんなは何時起床ですか。何時起床？6時？早っ。なんで？ラジオ体操にでも行くん？あ、オリンピックか。3時？早い。ほえーみんな早いんですね朝。自然に目覚めるまであ、そっか、メンバー朝配信あるもんね。そうじゃん、ツアーの子たちはそうですね、朝配信ですね。そうだ、そう今日金曜日だから
やっぱさ、ついつい夜更かししたくなっちゃうよね。わかる、わかるよ。でも11時には起きてください、みくちゃんに間に合うように。頑張る。パセの後が多分パンちゃんですね、確か。明日は出ない、ツアーに出ないメンバーが中心で、中心にというかツアーに出ないメンバーで配信していきたいと思いますので、3連休なの明日、世間的に。嘘。ん、個人的に、世間的に。嘘、知らんかったよ。なんで、そうなんや、今知ったよ。私曜日感覚あんまりないんだよね。朝メールの時に知る。トニーさん、誰でも100個ありがとうございます。山の日、山の日、そうなんだ。山か、山ね。富士山にでも行っとく。10日有給取ると10連休9連休。え、そうなの、めっちゃ休みなんですか。あ、お盆か、そっか、お盆ですね。そうじゃん、お盆なのね。あ、そっか。うわー、早いですね、1年経つの。お盆帰らないですね、しばらく帰る予定ないです、もう。ちょっと最近またね、まん延防止とか出てるし、ちょっと広島でおとなしくしておきます。私のね、佐賀のおばあちゃんも7月にお盆する。でも長崎は8月。家によるんですかね、地域柄かな。どうなんだろう。私の実家の、実家のっていうかおばあちゃん家のお盆は、佐賀のおばあちゃん家はお寺のお坊さんとかが来てくれてみたいな感じ、みんなで親戚集まってみたいな感じでした。正座してみたいな感じで、その後にみんなでオードブルとか食べたりとかしてた。3分の2が終わろうとしてる。嘘、嘘じゃん、嘘、本当？早っ、あっという間に終わるじゃないですか。こんばんは。うわー、3分の1か、あと3分の1しかないのか、あと3分の1あるのかって、人それぞれかな。え、私はもう3分の2しかないのかと思っちゃう。年女終わっちゃうじゃないですか。何もしてないのに、まだ年女したいよ、もうちょっと。なんか年女らしいことってなんだろう。そっか、終わっちゃうですね、令和3年。
プマンテさん、バラ9個ありがとうございます。松前さん、ハート10個ありがとうございます。そう、牛年、何したらいいんだろうね。年女、何しよう何も思いつかんな。牛乳たくさん飲むぞとか、あいことどっか行きたいなって。もう牧場に行くとか、なんかみほりんがね前に行ってたんですよね、牧場。牛肉か、じゃあ牛丼、牛丼を食べるツアーみたいな一人で開催するとか。牛、でも虎年の人何するんですか。動物園に行くとか。虎います、広島って。虎いない。すき焼きさん、バラありがとうございます。ねえ、牛とら、う、たつみ、うま、羊、さる、とり、いま、い。尾道はね、秋に行くことにした。もう暑いから、もう暑いからやだねって言ってもう焼けたんよ。え、今日自分の腕見てびっくりした。昨日さ、焼けたかもって話したじゃないですか、ショールームで。本当に焼けてた。ちょっと色が変わってた。びっくりしました。いやー、でもパンちゃん、え、今日パンちゃんのブログ更新日なんですけど、ぜひ見てください。皆さん最後まで見てください。最後の最後の一文まで見てください。パセリとまた宮島に行きたいですって言ってるからぜひ見てほしい。かわいすぎ。今日なんかリコちゃんにめっちゃからかわれた。パセは昨日デートだったもんねってあやぱんの前で、二人は昨日デートでラブラブしてたもんねって言われて、なんか別に私はパンちゃんのことをそういう好きじゃないんですよ。孫とか娘の好きだから、なんかそうやって言われてちょっとなんか恥ずかしかったんですけど、パンちゃんがね否定せずに、うんみたいな、そうなんよみたいな言ってて純粋だなと思った。リコちゃんこの間いて、つい数日前に言ってました。可愛かったパン子。今日はパンちゃんがね、緑黄色社会さんの曲をめっちゃ進めてきた。めっちゃね、今日私が先にレッスン場にいたんですね、朝から会ったから。でパンちゃんが午後から来て早く来てくれたんですよ。私が今一人だから誰か来ませんかみたいな、自主練のグループで送ったらパンちゃん聞いてくれて、でつくやいなや、ねえパセリこれ聞いてみてみたいな、なんか最近好きなアーティストができたんよみたいな言われてえ誰、アイドルじゃなくてって言ったら、なんか本当に聞いてみてほしいみたいな言われてYouTube でなんかあるじゃないですか、一発撮りみたいなやつ、歌手の方が歌ってる、それを見てってめっちゃ言われたから見た。本当にもう見てほしいってもうすっごい言われて見ましたみかんジュースの妖精やんさん、アイスありがとうございます。パン子はすぐおすすめしてくれる、何でも教えてくれます。なんかその方の歌を聞くと解放的になる、なんだったかな、違う、
なんて言ったかな、その方の歌を聞くとなんか心がなんかこうわーってなるみたいな、なんて言ったっけな、そんな感じのこと言ってましたね。もうなんか声の量もすごいみたいな、声声量声量すごいし美人だしみたいなってすごい勧められたから、またおすすめの曲とか聴いてみようと思います。深夜さん金魚ありがとうございます。いや私あんまりさ、アーティストさん以外の曲をあんまり聴かなくて、ずっと高校の頃とか中学の頃も、だから友達とカラオケに行くってなった時とかもめっちゃ困ってたんですよ。 1,2 回しか行ったことないんですけどいつも断ってたんよ、歌える曲がないから、流行りの曲を知らないから断ってて、ずっとなんかね、西野カナさんとか結構流行ってたですね、中学校とかの頃。だから一生懸命アルバムを何回も聴いて覚えたりしてた、友達がおすすめしてくれたから。あとはなんだろう、お父さんがよくあの CD レンタルショップでランキングみたいなのあるじゃないですか、アルバムみたいな、そこのやつをよくね車に入れてたから、お父さんの車でどっか行く時とかに聞いたりとか、あと妹がね結構詳しくて、詳しいっていうか妹は結構そういう流行りの曲を聴く子で、あと TikTok とかよく見てたから、そういうのの聞こえてくる音で曲を知ったりしてました。ね、なんか全然知らんかったよ私アイドル48ばっかり聞いてて、学生の頃、今もそんな感じです。音楽おすすめのアーティストさんいますか、みんな詳しくなりたいな。なんか今さ流行りの曲とかを知っとくとさ、数年後とかにあるじゃないですか、わあこれ懐かしいみたいな、友達同士とかと会ってさ、えこれあの頃の曲よねみたいな、曲匂いとかで過去を思い出す人もいればさ、そういう曲の流行りの曲とかで思い出したりとか、いろいろあるじゃないですか、そういうさ思い出にもなるけん覚えたいなってなんか生まっちゃった覚えたいなって思ったけど、あ、みほちゃん好きだよね、そのアーティストさん聞いてみよう今度みほりに。なんかミリアちゃんがよく流行りの曲とか聴いてるイメージがある、よくミリアちゃん歌ってるレッスン場とかで。ミリアちゃんとか、あと誰、誰が詳しそうかな、ヤオちゃんとか詳しそう、本当にもう全然もう聞かないんですよね。うん、なんかねこうおすすめしてもらって聞くんですけど、その関連動画とか YouTube とかにさ、公式のアーティストさんが公式で上げてる動画とかで見たりするんですけど、関連動画に私がいつも見てるからアイドル48グループの MV とかが出てくるんですよ。そっち押しちゃうよねそっち押して見ちゃうんだよね。あ、懐かしいこのミュージックビデオと思って見ちゃうんです
結局48ばっかり聴いちゃうみたいなとこある。なんか惑わされちゃう、おすすめに、おすすめされるのに弱いかもしれん。かき氷屋さんとか行ってもさ、おすすめですって書いてあったら絶対食べちゃうもん。クロさん花束ありがとうございます。長崎弁、あ、わかります。その方、あの女のニナニさんだ。STU の曲、私さ STU の曲いい曲いっぱいあるから、ミュージックビデオとかあったらもっと多くの人に知ってもらえるって思うよ。何の曲がいいかな。なんかさ、イコラブさんとかミュージックビデオ、カップリング曲とかもミュージックビデオあったりして、なんだろう、 YouTube でさ曲を覚える人もたくさんいると思うからね。ミュージックビデオ昇格したら春夏秋冬も作ってもらえるし楽しみですね。いいよねミュージックビデオって。四国さんのさミュージックビデオめっちゃ良くないですか。安部さん、わあこれ久々見た、結婚してありがとうございます、お断りです。わあそれでまだいたんですか、その結婚して生き残ってたの。久々じゃん、元気だったあ、確かに下北 FM さんで流してもらえるかな、春夏秋冬ミュージックビデオできたら。こんばんは。結婚してなんで、もう6月終わったのにね、タイムスリップしてるのね。お、パセリが歌う曲で知ることが多い、嬉しい。でも私もみんなに教えてもらって知る曲多いです。全然ね、そう、私全然そんなね知らないんですよ。ハリーポッターミラノのひよじさん、金魚ありがとうございます。マスクして断ると残酷に見える。そうですね、口元がどうしますか、めっちゃ真顔だったら分かんないよね。確かにめっちゃ笑ってるよ、分かる、笑ってる結構笑ってます。マスクは水色です。これ今日は水色のレッスン着だったので、ズボンが、だからマスクも水色にして STU カラーにしました。気合い入れました。こんばんは。真顔、いや分かんない気抜いてるかもしれん、マスクの人結構いません。まあ笑顔でも本当の笑顔かは分からないから、人間人間常にマスクみたいなもんですよ。悲しい。まさとしさん、タコありがとうございます。わあ、9月10日に当たった方多い、嬉しい。会いましょう会場で。急になんか怖いこと。
でも笑ってますよ。笑ってる。大丈夫。怖がらないでください。元気だから笑っています。心から。何回も言ったら逆に怪しくなっちゃう。こんばんは。あ、そう、今日ヘアグモを水色にしたんです。そういえばマスク、レッスン着のズボン、ヘアゴム、3点セット水色でした。 ST 入ってから水色がすごく大好きになった。もともと好きだったけど、水色のものとか見ると運命感じて買っちゃう。何でも良くない。水色いいよね。水色いいよね。女になっちゃうんですよね。よき。わ、もう1時間が経とうとしている。早っ早っ。あと1時間で今日が終わっちゃうじゃん。わ、じゃあ早く寝よう。今日は頑張って早く寝るぞ。青系似合いますか私。え、でもあの衣装、みんなじゃない、みんなさ、メンバーみんなとみんなが混ざって変な言葉言っちゃった。みんなさ似合ってるよね、あのツアーの青の衣装。STU って感じがしてすっごい好きなんです、私あの衣装超かわいい。嬉しい、先輩が着てた衣装着れてね。そう、オープニングのやつ、 TIFF の2017年の衣装、あれいいですよね。 STU さ青系の衣装が多いから、なんか衣装の説明するときにさ、青い衣装って言っても誰にも伝わらんことある。メンバーとか話してて、あの青い衣装のさ、どの青って言われる。でもどれも可愛いから全部着てみたいよ。今着たことあるのが、ツアーでお借りしてるあの青と白のやつと、あとピンマイカーの時にお借りしてるあのカッパ衣装、水色の。あとは大好きな人の衣装は着たことがあります。あれは白だけど。うん、でもさ、いろいろあるじゃないですか、なんかこの時のあの衣装みたいな、いろいろあるけど、もう難しいから、最終的に画像を見せたらすぐ分かる。あ、これね。しんじさんハート、としやさんバラ、ありがとうございます。フラワーいいですよね、かわいい。他の色とかも着てみたい。先輩、あのさ、あの PR 舞台さんが公演の時とかさ、違う衣装の色とか着たりしてるから、違う色も着てみたい。私も緑めっちゃ好きだけど、似合ってるもん私に。あとおもこいの時に2期生のあのワンピースのやつ、水色のあれね、 MV の時しか着てないんですよ。そうだからめっちゃレア、レアレアです。可愛い衣装多いよね。え、着たいのは、え、一番気になるのはペダルのあれ、衣装、 MV の衣装、白と青のやつ、白と青のやつさ着てみたい。
あの大きいリボンのやつ、あとペダルのさ、行ってみたい、あの撮影地に行ってきてみたい。他の曲も、あと私暗闇を着たことなくて、9月のライブの時に2期生の16人は着れたんですけど、私は着れなかったから暗闇の衣装まだ着たことがないので着てみたい。それも、あとはね、数を持つもないですね、無謀もない。おもこえはあるか紫のやつ、おもこえはあって、うん、あとはあるね。あ、独り言はないけど、着てみたい。なんか重たいって聞いた、あのペダルのやつ気になる。なんか着て分かることがある。フラワーの衣装とかも、スカートがね、何層にもなっててすごいんですよ。もう表面も可愛いけど、中もなんかいろんな素材の生地が使われてて、すっごい可愛いから、ふわってこう踊った時にふわって舞うのが可愛い。あ、ゴゴリバで着てるやつも着てみたいあの短いやつ、なんかスカートとズボンみたいになってるやつ、なんかピンクとかの入ってるやつ、色がわかりますか、ちょっとピタッとした感じのやつ着てみたい。かわいいよね。昼休みさん、バラジェックありがとうございます。フラワーはなんかね、めっちゃ初日終わった後にヒール高いけど大丈夫だったってすごいファンの方が聞いてくださったんですけど、全然踊りやすいです、ヒールあるけど全然。でもこの間ペダルの時に着地失敗した、びっくりした、びっくりびっくり、気をつけます油断してました、ペダルの大ジャンプの着地油断してたら大変なことになりかけたので、怪我なく頑張る。SKE さんだけ握手会でさ、衣装を着れるみたいなやつあったじゃないですか、昔何年か前にあったんですよ。握手会に来たらメンバーが着てる衣装を着れますよみたいなのがあって、私それにずっと行ってみたかったんですよ、 ST を入る前。やっぱメンバーが着てる衣装って気になるじゃないですか、どんな感じの生地なんだろうとか、どんな風に着てるんだろうとか、どんなデザインなんだろうとか気になるじゃないですか。そう、女の子限定だった。いいよね、ああいうの、夢がある。アイドルに憧れる子はああいうのが好きなんですよ。だから STU に入りたいってさ思ってる子がいたら、そういうイベントがあると喜んでくれるのかな。いいよね。あと衣装のさ展示みたいなのあるの良くないですか。前にね、キャナルシティっていう福岡のショッピングモールがあるんですけど、そこで HKT さんの期間限定ショップがあって、2014年ぐらいの結構前なんですけど、そこにも衣装が展示されてたんですよ。あとはね、コンサートとかの時に衣装が展示されてたりとかあったからね、 STU とかも展示、衣装展示いつかあるかな。なかなかないよね、衣装をじっくり見ることって近くで。
ね。私はね、竹内先輩の衣装をちょっと展示してほしいな。どうやってどうなってるか脱ぐじゃないですか、曲中に。そんなこんなわけでワンピースを下に着て上にまたロングワンピース着てるんですよ。その仕組み、どうやってメンバーは着てるのかとか、いいよね。でもまあ夢があるよね、知らない方が。レイダンは16人全員衣装が違うんですよ。そう、あとたまにちょっと衣装トラブルとかで、あのディフェンスの衣装を着てるメンバーとかがいたりする。急遽私が好きなね、衣装の早着替えのやつは SKE さんの不器用太陽かなの紅白の時のやつ好き。一瞬で変わるやつ、不器用太陽だっけあれ。くるって回った瞬間に衣装がバーンって変わるやつ好き。ね、いいよねあれ、素敵なデザイン。黒さんアイスありがとうございます。ああいうの気になるじゃないですか、あれどうなってるんだろうってね。そしたらさ、目が釘付けになるじゃんやっぱり。とか全然興味がない方でも一瞬テレビチラッと見た時に、えっみたいな、今衣装変わったじゃんと思ってね、気になったりするから、すごいね。まあ、ST はあれですね、そんなこんなわけでの時見てください。ぜひ19日と30日でどうやってメンバーは早着替えをしているのだろう、どうしてパセリちゃんはランランランの時にネクタイまで取ってしまうのだろう。本当にもう反省、ネクタイ取れないようにってめっちゃもうネクタイのところこうやってメイクさんと一緒にこうやってつけて出ても、気づいたら自己紹介 MC で気づいたらない。ないんですよね。困る。そう、ベストを脱ぐときに多分一緒に行っちゃってるんですよね、ベストのこの襟のとこ、ここのとこを掴むから、その時に多分ネクタイも一緒にこうくっついててピュッって行っちゃうの。ちゃんとチェックしよう、次はネクタイ取れてないかなーって。あ、新聞紙衣装、私が来たら絶対もう大変なことになっちゃう。私とりんこちゃんが来たら汗がすごすぎてやばそう、やばそうね。踊ってる時に気づいたらもう大変なことになっちゃうね。困る、それは止められちゃう。うわー、いろいろ着てみたい、夢がありますね。てかすごいですよね、こんなに衣装の種類があるって、フォーテートグループ全体。うわ、いつか着れるのかな。私さ、毒グも着れたの本当嬉しかったよね、4周年で。しかも推しメンの衣装っていうのが、うわーって嬉しかったな。また着たいな。じゃあ今日はそろそろ終わりましょうかね。
ありがとうございました。今日も見てくれてね。衣装の保管もすごいよね。だって私さ、服全然持ってないのにクローゼット全然入らないんですよ。すごくない？衣装を保管する場所があるっていうのもすごいし、ね、ホコリとかカビとか生えないっていうのもすごい。すごい衣装さんってすごい。見学したいね、衣装保管場所みたいなとこ。行ってみたい。じゃあ本当に終わります。ありがとうございました。ではランキング読みます。いきます。13位、五目稲荷さん。12位、浩二さん。11位、ハリーポッターメガネのひよじさん。10位、星野まさきさん。9位、セリカのレーズンパイさん。8位、しんちゃんさん。7位、ジロくん。ちょっと待って、ぴょんぴょんぴょん。6位、クワドリさん。5位、ジョニーさん。4位、シェンさん。3位、オズさん。2位、トニーさん。そして1位、カメさん。ありがとうございました。では皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。見てくれてありがとう。バイバーイ。